で、これ微妙だなっていうふうに僕も思ったのが、どうも皆様こんばんは。昼寝してビシッと元気になりました、セゴリタ3世でございます。ということで、昨日の深夜2時にはですね、生放送と、そして朝にはたくさんの動画をご視聴いただきまして、皆様どうもありがとうございました。予告通り、いつもの夜の動画ではですね、言い足りなかったことと、すっげー気になってるところとか、あとより深く深掘りして、なぜそう思ったかとかですね、そういったものも詳しく解説して10分にギュッと収めていきたいと思います。今回のアップリイベント、ワクワクしたところと、ん?っていう風に思うところも実際あったので、果たしてどういった内容だったのか詳しくご説明したいと思います。ぜひ動画最後までご覧ください。というわけで行ってきましょう。というわけで、まずはですね、iPhone です。iPhone14 が発表されました。モデルは4つでしたよね。iPhone 普通の無印のもの、プラス、プロ、プロマックス、この4つです。ミニっていうものはですね、なくなって、もうしれっとなくなってましたね。そんな説明もなかったですよ。ミニをなくしましたって言うと、なんかネガティブになるからか、一切触れてなかったですけど、大きさ的にはですね、プラスとプロマックスはほとんど一緒。何ミリっていう単位で違うのと、あと重さはね、プロマックスの方が重たいんですけど、大きさ的にはですね、まあ大体同じようなものっていうことになります。カメラがですね、2つか3つかの違いと、中に入ってるのが A15 と16っていうチップの違い。 A15 はですね、 13Pro とか Pro Max とかに使ってるものなんで、 13Pro とかを使ってる人と14はまあ全く同じ、ほぼ同じ性能になったっていうことになります。シネマティックモードは13からね、全部のモデルには使えるようになってるんですけど、今回から手ブレ補正ね、手ブレ補正がバッツリ入っています。映像を見る限りはですね、結構近くなるんですよ。グッと画角が寄る感じになって、それで手ブレっていうものになってるのかなと。映像を見る限りはね、かなり走ってるんだけど、確かにね、揺れてる感じはしてなかった。手ブレ補正って強くやりすぎると、こんにゃくみたいに端だけグニャ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 ってなる現象が起きるんだけど、それがね起きてなかったんで、それをごまかすためにもグッと大きくしてたのか、それとも違うセンサーが働いてるのかわかんないですけど、まあ、とりあえずそういったモードが搭載されたんで、子供と公園で遊んでる映像をダイナミックに撮っていきたいもそうだし、友達とダンスしてるとか、スポーツしてる友達を追いかけるとか、そういった時にもスーッとジンバルですよね。本当に手ブレをなくす、スーッっていうのをやるためには、そういったジンバルっていうものが必要なんですけど、それを使わなくてもいけるらしいっていうものになってます。こればっかりはね、わかんないですね。ちょっと使ってみないと何とも言えないので、そちらは実際に確認していきたいと思います。で、これ微妙だなっていう風に僕も思ったのが、ライトニングなんですよ。ライトニングケーブルです。 USB-C じゃないです。確か2024年の秋までには USB-C に端末はやりましょう、統一しましょうねみたいなのが義務付けられているんで、もしかしたらなるんじゃないかっていう風に言われていたんですけど、ここはライトニングになりました。15ですよね。15が USB-C になる最初のモデルになるんじゃないかなっていう思う。16になって秋にギリギリ間に合わせるっていうことはあんましないと思うんで、多分現行最後のライトニングモデルになるんじゃないかなって思います。ライトニングって、まあ、単純にね、転送速度あんま速くはないんですよ。理論上だとですね、 5GBps まで出せるんですが、あくまで理論値なんで、もっともっと速いものって出てるんですね。 USB-C だとプロになった場合にはより高度なですね、映像処理だとか動画処理とか行うわけですよ。そうなると、どん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 データは大きくなっていくのに、転送するケーブル自体はそういったものを使うんで、どうなのかなと。まあ、単純にあとはケーブルが増えていっちゃうっていうデメリットもあるんで、そろそろね、なるかなと僕思ってたんですよ。USB-C かなと思ってたけど、ライトニングだったんで、ちょっとそこね、残念だなっていうところですね。まあ、いろんな理由があるんだろうけどね。とりあえずはライトニングはまだ継続しますよっていう形になります。14無印とですね、プロとの違いは、ダイナミックアイランド。これはね、マジでめちゃくちゃ考えたなと思いましたね。ノッチの部分ですよね。いわゆるこの欠けの部分です。Android とか他の携帯ではもうノッチがほとんどないとか、すごい画面が広く感じるものたくさんあるんですけど、iPhone ではまだですね、このノッチがやっぱ存在しているんですよね。カメラの部分とかスピーカーの部分を担うので、これはどうしても消すのが難しいのかなっていう。だけど、あるなって思ってるんですよ。ビデオでも何でも再生させるときにやっぱあるなっていうふうに思うんだけど、それをこう動かすことによって、そこはあまり気にならなくなる。通知もさせてくれたりとか、
か曲再生してくれる時にはジャケットが出たりとか、すごい細かくね、いろんなことができるんで、これはね、面白いなっていうふうに思いました。なので13を使ってる人がですね、まあ無理やり14に変える必要があるかって結構疑問なところなんですけど、カクついてきたとシネマティックモードもないんですっていう場合にはね、変えるとすごい楽しい世界になると思うんで、長くね大切に使ってきたっていう場合にはガッと変えてもね、僕は面白いかなとは思います。で、AirPods Pro はね、正直ね、出ると思わなかったんですよ。iPad とかが来るのかなーっていう風に思ってたんですけど、もう初っ端からね、AirPods Pro 出しますよって言ってたんで、ちょっとびっくりしました。年末ぐらいに出すかなと思ってたんですけど、このタイミングかーと思ってね。で、朝の動画でも言いましたけど、ノイズキャンセリングが2倍です。2倍っすのはすごいですよ。今他のメーカーでも、ノイズキャンセリングカットをしても、最高で50いくかいかないかじゃないかな。それでもかなり切ってくれてるんですけど、音の波形に合わせて、それを打ち消すようにあえてノイズを発生させるっていう、でそれで無音の状態にして音を流し込むっていうのがノイズキャンセリングの性能です。高音っていうのは打ち消すのがねすごく難しいんですよ。やっぱ音がね細かいんですね。これだとできるっぽいのよ。なんかやってるんだと思うんですよね。それがもし可能であったら他のメーカーは真っ青、それぐらいすごい技術になってるんで、これはすごい楽しみ。どれぐらいになってるのかなっていう。ただね、コーデックがちょっとわかんないのよね。iPhone って SBC と AAC しかないんですよ。 LDAC とか AptX とかそういったものは搭載されてないんですよね。今後 LC3 っていう新しいコーデックができるっていうふうにも言われてるんだけど、それに対応するともしないとも言ってないんですよ。だから音質がどこまでどうなってるのかっていうところが強くは触れてなかったんですよね。空間オーディオとかですね、自分好みにカスタマイズできるっていうのとかは言ってたんだけど、音質がめちゃくちゃどうなってるのかっていうところまで触れてなかったんで、そこはちょっとわかんない未知数なところにはなるんですけど、でもスワイプでボリュームコントロールとかもできるようになったりとかしてるんで、どうなってるのかはすごい楽しみ。絶対買おうと思ってます。で、アプローチはですね、衝突検出ですよね。いわゆる事故を起こした時にも自動的にですね、救急車を呼んでくれるっていう機能。それはもうめちゃくちゃ便利だと思うんですけれども、排卵ですよ。お子さんが欲しい女性っていうのはですね、基礎体温っていうものをつけます。グラフを自分で作っていって、この時は排卵日だというのを自分で見極めていくっていうものになるんですけど、朝起きてすぐ体温を測らなきゃいけないとかですね、結構苦痛っていうか大変なことが多いんですよね。頑張らないといけないっていうものになってたんですけど、アプローチシリーズ8の場合にはつけたままですね、皮膚温センサーによってそれを感知してくれるんで、排卵がいつ起きるかっていうのを予想したりとか、体がどういう風に変化しているのかっていうのが簡単にわかる。看護師目線で考えてもね、めっちゃすごい。これはすげえいいもんだと思う。アプローチはね、健康とか安全っていうものにですね、強く結びついていたと思うんですけど、それにさらにね、計画ですよね。計画っていうものがプラスされるようになったなっていう風に見ていて感じました。なのでね、アプローチシリーズ8ですよね、いろんなことを計画的にですね、自分も考えてるんだっていう方は購入してみることをお勧めします。で、そうじゃなくてもっとシンプルにランニングしたいんだとか、自分の日々の記録ですよね、寝てる時の状態とか、そういう場合には SE で十分です。もうそれで良くないっていう風には思う。あとはまあお子さんに持たせるっていうのもありかもしれないですよね。通学途中とかでメッセージやり取りするとか、まあ携帯持たせるってやっぱ怖いからね、時計持ってピッピッって位置もわかるっていうのは確かに安心にはなるかなっていう風には思います。で、ウルトラね、ウルトラはすごいですよ。めっちゃすごいね、あれは。開発者の方がね、腕につけてたんですけど、遠目で見ても、めっちゃ分厚いんですよ。イメージ的にはね、G-SHOCK ですよね。G-SHOCK のめっちゃすごい版みたいな思っていただけるとよろしいかなと思います。もちろん以前からあった転倒検出もあるし、今回からあったね、衝突もそうだし、あと衛星ですよね。衛星をキャッチして、万が一の時には助けてくれるっていう。なので、山登りが好きとか、トライアスロンをやってますとか、それこそエベレストに挑戦しますとかっていう人は安全対策的にですね、購入しても全然いいんじゃないかなっていう風に僕個人的には見ていて思いましたね。分厚いしごついしちょっと高価かなって思うんだけど、それでも自分の身を守ってくれるっていう風なのを考えればね、お金たくさん持っていってもですね、命がなくなったら何の意味もないですから。あとは衛星使って SOS 出せるようになるとかっていうのは、まあもうちょっと先ですね。アメリカでも11月からとかって言ってたんで、日本では結構先になるかなっていう風には思います。あとは全体的に共通しているのはね、円安よ。やべえよ。めっちゃ高えね。iPhone 13が出た時の価格に比べるとやっぱドガッといったんで、2、3万ぐらいですよ。上乗せになってるんでね。やっぱでかいなと思いますよね。iPhone 14 Pro Max のですね、めっちゃハイグレードにするとパソコンと同じぐらいの値段になっちゃうんで、やっぱ円安って怖いなとは思います。
あとこの裏でですね、ボーズのクワイエットコンフォート2かな、ひっそり出てたんでね、そちらもチェックしていきたいと思います。それと僕の動画コミュニティ欄から随時お得な情報を発信しています。チャンネル登録していただきますとコミュニティ欄見られるようになりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、インスタ、楽天ルームのフォローもお待ちしてますよ。それとこの動画が面白いと思った方高評価、皆さん今回のアップルイベントどう思いましたか、ぜひ下のコメント欄に書いて教えてくださいね。2メモでした。